時間までメールを紹介していきまーす。初ラジネーム、焼肉餃子さんでーす。美味しそう。ありがとうございます。はい、ちぬさん、おゆい。この間、2019年に生まれた赤ちゃんの名前ランキングが発表され、男の子の1位が2年連続で、レンになりました。この名前は泥の中で力強く根を張る植物、ハスの大地に根を張る力強い感じをイメージしてレンになったそうです。また女の子の1位はリンで、凛としたという言葉から連想される力強いイメージと可愛らしさを合わせ持つ名前ということで人気になりました。そう、なんかボーカロイドみたいな。ねえ。レンとリンね。どちらの名前も一文字の漢字が持つ意味とマッチした表現をしていて素晴らしいなと思いました。また力強いイメージがありかっこいいなと思いました。お二人はもしも子供に名前をつけるとしたらどんな名前にしますか？いいな、なんかその凛とか蓮とかすごい憧れるけど、ね、でもな、でもすごいよ。2以降のね、はい、名前も書いてくれてるんですけど、2位春とかっこいい、太陽のように飛ぶ翔って書いて春と。新しいって書いて新た。はぁ、あ、はぁはぁ。港かなえさんの港。ああ、かっこいいね。で、難しい方の青。うんうん。と、リッツ。うんうん。で、女の子が、ひなた。ひなた。ゆあ。またはゆい。うんうん、愛を結ぶって書いて、ゆあ。か、ゆいと読む。と、うんうん、食べ物のあんず。うん。つむぎ、りこ。と続くらしいです。なるほどね。なんかやっぱりこう、総じて、二文字っていう、なんていうか、漢字一文字に、名前こう二文字で読むみたいなのが結構多いですよね、最近ね。確かに。可愛い名前がいっぱいあるね。そうだね。なんかやっぱかっこいいし、うん、やっぱちょっと、なんだろう、こう、憧れるよね。そうね。どの名前も。確かに。なんかキラキラ、なんかふんわり可愛いもんね。うんうんうん。素敵。いや、悩むんだろうな、実際ね。悩むんだろうね。ね、世のお父さんお母さんはもう悩みに悩んでこれをね、お名前つけてるわけだから。そうだよね。だってさ、こう、親から子供へのこう、初めての贈り物なわけじゃないですか。いや、なんかそう考えるとなんか、責任感じちゃうというか、ねえ。そうよね。うん。やっぱ人生がね、詰まってますからね。そう。なんだろう、こう、それを背負って生きていくわけですから。うん、難しいな。なんかいろいろパターンがあるじゃないですか。はい。なんかもともと、性別も分かっていて、ね、もうこの名前にしようかって、決める人もいるし、うん、なんか顔を見て決めたいっていう人もいると思うし。そうだね。性別はもう本当に生まれてからじゃないと分かんないみたいな、ね。それも含めてね。そうそう。悩むんだろうな。悩むよね。でも、やっぱ、でも、生まれてからって思っててもさ、候補は決めておくのかな、うん、どうなんだろうね。だって一週間かそこらじゃ決められないじゃない。そうだね。期限とかあるじゃん。なんか生まれてから何日までみたいな。出生届っていうみたいなあるよね。そうそう、あるある。え、怖っ。うん。なるほどね。ね。はぁ、なんか夢膨らみますけどね。でもさ、なんか私、このさ、二文字系の名前すごい憧れるんですけど、うんうんうん、でもさ、私、本名、名字がもうすでにカジになってるわけじゃないですか。はいはいはい、はい。でさ、もう、リンとかつけたらカジリンみたいになっちゃうでしょ。で、なぜわけでしょいいじゃない、もう、常にフルネームで呼べるじゃん。本名イコール、あだ名みたいな、ニックネームみたいな感じにもなれるし、ね、ものはまあ考えようですけれども ね。まあそれもそれを含めて、やっぱ、そうよね。なんか自覚とかもさ、ね。あるよね。バランスとかね。やっぱり、なんかね、うん、悪い自覚は嫌だわとか思ったりするじゃないですか。そうね、確かに、うん。いい運勢のね、自覚でやってほしいもんね。うん、いや、これは難しいよ。ね。ね。いや、ちょっと決められないよ。うん、今は。決められない。そうそう。そうだよ。だってまだいないし。今考えたんだよっていう感じですか。そうなのよ。そんな、きっと今それにするって決めても多分変わっちゃうしね。そうですね。でも夢は膨らみました。うん。ありがとうございます。キラキラ輝いた。